はい、湘南の慢性腰痛専門整体院かつ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、当院のこう特徴というかですね、まあ、私のポリシーについてお話しさせていただければなというふうに思います。まあ、私のこう腰痛専門の治療院をさせていただいている上でのですね、やっぱり一番のポリシーについてですね、お話しさせていただければというふうに思っています。まあ、これを理解していただくことによって、私がですね、どういう考えでこう日々治療に当たっているかというところを理解していただけるかなというふうに思ったのでですね、今日はそんなお話をさせていただければと思います。はい、まあ、今日もですね、まあ、一日ずっと一日中ですね、患者様を見させていただいて、初心の方がですね、来られたんですけども、その方がですね、本当に悩みが深い方で、お話を聞いていたらですね、その方どんどんお悩みをお話ししてくれたんですけども、だいたいですね、30分以上ですね、その方はお話しされていらっしゃったんですね。はい、でそれで、まあ、初回はですね、私は1時間半の時間をいただいているので、全然問診のそのお話で30分費やしていただいて、全然結構なんですけども、他の治療院さんではなかなかそういったお時間をですね、取れなかったっていうことをですね、その方はおっしゃっていたんですね。なので、すごく、まあ、すっきりしてですね、こう、納得した上でですね、私のこう説明だったりとか、そういったところを聞けたっていうところをですね、最後にですね、こうありがとうございますという言葉とともにですね、おっしゃっていただきました。本当にその言葉の通りなんですけども、まあ、私のポリシーですね。はい、私のポリシーっていうところが、まあ、他の治療院との違い、まあ、病院も含めてですね、はい、なんですけども、まあ、問診ですね。特に初回ですね、初回にですね、問診、まあ、カウンセリング、カウンセリングにですね、まあ、最低30分はかけます。で、長いとやっぱり1時間くらいかける場合もあります。やはり本日のですね、初めての方は悩みがすごく深い方で、その方は38年腰痛で悩まれていたっていう方だったんですね。38年ですよ。もう20そこそこの時からですね。まあ今なので50後半くらいですよね。38年間腰痛で悩まれていて、もう本当に腰痛のことについて、もうすごく時間とお金を使われてきた方だったんですね。で、今までの歴史だったりとか、本当に不安に思っている方とか、不安に思っていることとか、これからの未来に対する不安ですよね。はい。そういったこともすべてお話しいただけたんですね。はい。そういったところで、私はもう徹底的に初めは聞き手に回るんですね。はい。その方の本当にお悩みをすべてこう吐き出していただくようにですね、聞き手に回っていきます。なかなかですね、そういった時間って、やっぱり病院だったりとか、まあ、他の治療院では取ることができないと思います。で、なぜそんなことが言えるかというと、まあ、私が腰痛だった時の経験も踏まえて、まあ、私ももともとですね、整骨院にですね、で働いて、いたんですけども、13年間ですね、働いていたんですけども、やっぱりですね、もう、回せ、とにかく回せ、みたいな感じなんですね。あ、どこが痛いか、腰ですか、じゃあ寝てください、腰もみもみ、じゃあまた明日、みたいな感じなんですね。で、初めての時も、腰が痛いんですね。あ、そうですか、じゃあ寝てください、ここ触って、ここは硬いですね、ここをほぐしていきましょう、みたいな感じでした、実際のところ。最後の方はですね、私も、一つの院を任せていただいてた時は、結構自分の考えをもとにさせていただいてたところはあるんですけども、やっぱりですね、こんな時間はかけれなかったです。はい、かけれる、まあ、わけがなかったんですね。システム上ですね。でもやっぱり自分でやるんでしたら、納得いく形でやりたかったんですね。そのためにやっぱり独立開業したわけですから、やはりですね、問診っていうのが特に初回ですね、の問診は本当に私は大切だと思っています。結局のところ、その人と人の仕事じゃないですか。はい、人と人の仕事なので、痛みを取るっていうものの前にですね、やはり信頼関係っていうのが私は一番大事だと思っているんですね。なので私が説明することすごく大事ですけども、その前にですね、やっぱり患者さんのこう訴えだったり悩みっていうところをですね、把握しないとですね、やはり私もじゃあどういう未来を
この方に対して提供すればいいのかもわからないですし、患者さんの立場からすればですね、この人自分の私の話も聞いてくれないのに、なんであなたの話聞かなきゃいけないんですかっていう気持ちにも私はなると思うんですね。実際私もやっぱ学生時代腰が痛くってですね、まあ、話を全然聞かずに、じゃあ寝てください、じゃあレントゲン取ってきてください、じゃあ痛み止めと薬、骨に異常ないから痛み止めと湿布で様子見てください、で全然私のこう訴えを聞いてくれないんですね。まあ、体を触ってくれないというのもそうですけども、やっぱりまずですね、話を聞いてほしければ聞かなきゃいけないでしょっていうふうに私は思うんですね。はい。まあちょっと話逸れますけども、愛されたければ愛しなさいっていうのもんですよね。はい。優しくしてもらいたかったら優しくしないといけないじゃないですか。そういうことですよね。話を、私たちの説明を聞いてほしい、私は聞いてほしいんですけども、でもやっぱりまず患者さんの話を聞いてあげないとですね、患者さんも聞こうって、私の説明を聞こうという気持ちにもならないと思うんですね。そういったところで私はもうこの時間はもう一番大事だと思っています。初回もちろん施術検査、施術させていただきますけども、それよりやっぱりこれが優先順位だと思っています。そういったところでですね、他の病院治療院との違いっていうところは、私は問診カウンセリング、特に初回の問診カウンセリングを一番重要だと考えているので、ここにはですね、もうできるだけ時間を費やすようにしています。まあ、早くそれが終わればですね、患者さんもですね、こう、すべてお悩みをおっしゃった上でですね、もう、あ、これで大丈夫だっていうような感じになればですね、もちろん検査、施術に入っていきますけども、それを急いでやろうと、いうふうには全然思ってないんですね。ここの時間が一番重要だと考えているので、できるだけこの時間は割いてですね、患者さんが話しやすいような環境を作ってですね、それで患者さんがこうほっとされて、あ、じゃあここまで話したから私の悩み把握してくれてるな、じゃあここから私の検査だったりとかですね、そういったところに入らせていただいて説明に入らせていただくっていうですね、流れをですね、私はポリシーとしてですね持っています。それが本当に隊員とのですね、違いっていうところの最大の特徴なのかなっていうふうに私は考えています。技術的なところ、知識的なところももちろんありますけども、一番は私はここだと思っています。私の、まあ、強みですよね。はい、一番の強みはそこだと思っています。なので、もしですね、本当にこういった自分の悩みがあるのに全然こう聞いてくれない、親身になって聞いてくれない、ただ腰を揉んでくれるだけ、ただ薬を出して、湿布を出して、パソコンだけ見てですね、2週間後来てくださいとかですね、そんな感じの、まあ、人と人とのですね、信頼関係が築けないようなですね、治療を受けられている方はですね、ぜひご質問だけでもいいのでですね、メールか電話でも結構ですので、お問い合わせいただければと思います。はい。しっかりお答えさせていただければと思います。はい。またですね、ちょっともう何点かですね、他の治療院とか病院との違いっていうところはありますので、また次回以降もですね、そういったお話しさせていただければなというふうに考えています。はい。ちょっと長々とですね、お話しさせていただきましたけども、はい。ぜひですね、YouTube チャンネル登録していただいて、次回以降も見逃しないようにしていただければと思います。はい。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。